こちらにどうぞ。今ね、どう？なんとなく決まってる？もう全然決まんないんですけど。ありすぎて決まんないけど、でもデニムとかセットアップとか、セットアップかオールインワンは自分がめちゃくちゃ好きだから作りたい。ジャケットとか、うん、だからでもなんか一枚中に着たい時の着回しができるトップスもいいなってちょっと思う。ストレートなんだけどちょっとダボもありつつもなんかちゃんと決まってる。オーバーになりすぎてないオーバー感が可愛いかも。でさ、ご飯食べてた時にさ、なんかあのユニセックスの T シャツ作っても面白くない？あれさ、いいよね、なんか。まさにセットアップじゃなくて、こういう感じでもいいかもですね。ブスの、ユニの。素材感もでもなんか、こういうちょっと、デザインっぽいのが多いですよね。あれだ、素材感で色があったら多分好きなのと、うんうん、あとめっちゃ可愛い柄もじゃいっぱい集めとくね。なんかあの、うん、アニマルからさ、チェックからなんか、幅広く取ったら集めておくから、なんか選んでもらおう。うん。色差がないよね、味の。うん。そのセプリパターンと上下パターンと。なんかかってる。イメージがさ、初めてすぎて全然想像力が追いつかないんだけど。でもこの肉感でこの感じ、はい、かわいいよ。素材がこういうツイード系が好きっておっしゃってたので、こういう好きでしょ。絶対好きで、こういう、はい、かわいい。もうかわいい。すごい、よかったよかった。刺さってる。私刺さりしてる。デルパートもすごい好きと言ってたので、ちょっとやあのワイド系が好きだっておっしゃってたので、はい、うちのセカンドっていう結構一番人気のモデルがあって、こうタックでちっちゃくリメイク風にするみたいな感じでワイドに持って、リメイク風大好きです。私今日すっごい楽しみにしてきたんです。すっごい、でもすごいバランスいいかも。楽しみすぎる。うん、ちゃんとすずちゃんだね。そしたら色を決めていきたいんですよ。いやそうね、今日結構進まないとね、そうそうダメだからやっていきましょうか。やっていきましょう。じゃあまずアウターさん。はいはい、はい、かわいい。かわいい。いいよね。それと、うん、そう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 、グレースじゃないですか。どっちか。あ、でもこれとこれもすごい好きなんだって。で、赤と4枚着てみる。なんかさ、あの先行予約の時になんか買ってくれた方になんかノベルティ、気持ちありがとうのノベルティがあったらすごい喜ぶかなって思って、なんかエコバッグどうかなって思った。どう思う？とっても可愛いと思う。可愛い。じゃあそんな感じで、じゃあエコバッグも一応用意しとくね。ずちゃんっぽいかも。そう、今で全部これでいいじゃん、私それでいい。こちらこれも可愛いですね。これなんかこれめっちゃ使えそう。良いです。じゃあ次に行きます。可愛い。可愛い、可愛いね。なんかさ、もうさ、すずちゃんってさ、クラね、うちら出会ってどのぐらい経つ？めっ、え、10年なんですね。うん、10年。でしょ？うん。私、行き始めたのが16とか17だから。めっちゃ若かったもんね。今20だからもう、1年が9年来てる。だってクラねが、ちょっとできてもすぐぐらいからずっと来てくれてるから。行き、うんデビューと同じぐらいじゃないですか。あ、そうです、そうです、本当に。T シャツのさ、グラフィックとかことでやろうみたいな話が出てたと思うけど、
写真だね。写真によって半袖のやつの T シャツもらって。ノベルティのエコバッグ形が感じが見えます。はい、はい、な。なんかさ、大きさとかどう？なんかもっとちっちゃい方がいいとかあれば、ちっちゃくもできるし。綺麗。使いやすそう。はい。本当に9年くらい前からずっとキクラゲの洋服を着てすごく好きで、キクラゲのきっかけでまたさらに洋服が好きになったりして、好きなことって言われるとお洋服って答えてたくらい好きっていうのもあって、私は普段映像の仕事してるので、そういう、 こう場で出会わないような人たちとこうやって一つ作品を作るというか、なんかそれはぜひやってみたいし、すごく嬉しいなと思って形にしていただきました。そうですね、なんかこう楽しかったらいいやっていうのが一番、まあ、何事にも関して私自身が心がけているというわけではないですけど、すごく大切にしているものでもあって、ただただ私は楽しみ、そしてクラネの一人のファンとしてすごい幸せな、そして刺激的な時間を過ごせたなと思っています。ここ数年というかお仕事をしていて、なんかすごく目の前のことにピンが合わないというか、自分と自分以外の環境や人となんかなかなか波長が合わなかったというか、自分らしくいたくてもいれないみたいな、それはお芝居をしていてもそうだったし、すごくモヤモヤしていたことが続いていたんですけど、自分がきっともらってたものに共鳴できてなくて楽しめてなかったんだ、モヤモヤしてたんだと思ったら、気づいた瞬間にすごくすっきりしたというか、そこからなんかずっと楽しくてお仕事していて、なんかいい言葉かなというか、今の自分を少しこう表現するとしたらそうなのかなと思って、そしてさらに好きなブランドと人たちとやるという意味で、あ、どうかしらと思って提案させてもらいました。でも全体を通して割とこう作りたいものとか好みを私以上にクラネの皆さんの方が私の好みを知っているというか、本当にあんまりこだわってないんじゃないと思われちゃうんじゃないかなと思うほど、ドンピシャなものというかやっぱり多くって、イメージだったり生地とか色味を一緒に選んだりする中でも、割と自分が普段お洋服を選んだり好むものってシルエットが重視だったりするなんか部分がこだわりというかあって、女性らしさもありつつメンズライクやカジュアル上品さがなんか全部混ざってて、クラネっぽいみたいな、その中でこうなかなかクラネで今までなかったような色だったり柄とかあったらいいねなんてみんなで話して実現させてもらったんですけど、普段私が本当に着てそうなものを
そしてまた理想を伝えたものを込めて全部作っていただいたアイテムたちなので、いろんな人に愛用してほしいなと思うし、いろんなこう共鳴っていうのも自分と何かなので、自分とそれこそお好きなお洋服となんかいい時間を過ごせてもらえるような洋服になったらいいなと思います。そうですね、今まで、やってきたこととは少し違う挑戦と機会を皆さんにいただいて、とても好きな幸せな時間の中、好きなものを作らせてもらいました。ぜひ一人でも多くの方に手に取っていただき、このお洋服たちと、そして皆さんと共鳴してもらえたらなと思います。よろしくお願いします。